またおはようございます。また腕を押さえて。おはようございます。12月、もう年末ですよこれ。誠さんを、リーダーに戻します。ランクアップがしたいですね。じゃあ、どうしようかな。誠さんが、まあ、トリオが得意なんでこれにしようかな。響さんが、ブースト中だから入れると良い。なるほどね。じゃあ、いおりさんがさっきやったばっかりだし、別の人にしましょうかね。弥生さんにしますか。レベルもちょっと低めだし、いけるでしょ多分。すごい貸し本の話してるな。コーディネートをじゃあ決めましょうね。あー、これか。これと同じ属性なら別でもいいわけですよね。クレバーアイドルならどれでもいいから。あー、こっちでもいいのか。冬だしこっちかな。真冬ですからね今。そんで毎回ヘッドホンになってしまう。これつけちゃうと頭のこれがなんていうの、ボフボフのやつあるじゃないですか。ボフボフのやつ、あれがつけれないんですよ。こっちにしちゃおうかな。もう知らん、スコアとか。冬っぽいのでいきますよ今回は。どれだ、これかな、これだな。ね、ロシアのやつ。そうそうそう。はい、じゃあ出発しましょう。アイマスのキャラの貸し本は気になるな。行ってきます。よし、いい日にするぞ。いい日にしてくれ。いい日旅立ち。誠さんの貸し本にはブラックサンダーが入っている気がする。わー、脇見せて寒いのに。じゃあ、所持品は何かあったっけ。消費アイテムが、あ、みんなからのクリスマスプレゼント、これ今開けちゃっていいの。開けますけど大丈夫、これおじいちゃんにならない。ちょっと一旦戻ろ。開け、今開けるか。どっちにしろ いずれ開けるんだからね。はい、みんなとの距離が縮まった気がした。は、なんだそりゃ。え、何何だったの今の。なんだ今の、何なんだあれ。意味がわからん。空っぽだったってことなのか。新曲にしましょうか。これまだやってないですよね、もらったやつ。マイソング、なんとなく冬っぽい雰囲気もわかんないけどするし、年末ってことでいい雰囲気の曲で終わらせようかな、その年を。ライブスタート。マイソング、マイソン、お待ちかねの新曲です。聞かせてくれ。すごい矢印が上向いてる。あー難しい。うわー、いいな。急に元気に動き始めた。ちょっとおかしくないこれ。いや、ジャンプの感じではない気がする。いいけど。おお、なんとかクリア、余裕でできましたね。ああ、いい。今まで結構アップテンポなナンバーが多かったのでいいですね、こういうしっとり系も。譜面としては難しいんですよね。音ゲーってゆっくりした曲の方が結構。アンコールお願いします。頭のボフボフしたやつ。決まってるじゃないですか。それどうやってくっついてんの。ビシッと決めてきます。うわー、なぜ。あ、そっか、プレゼントを開けたから全員が成長した。沖縄県民なのに冬の曲だ。冬の曲かは知らんが。アンコール見ましょうね、みんなでじっくりと。いやー、いいですね。弥生さんの歌い方ってなんかいいですね、面白いというか、なんだろうな、
決して悪い意味に受け取ってほしくはないんですけど、なんていうのかな、ただ歌ってる感じがする。いや、これがすごいことなんですよ。その歌ってって言われて歌ったみたいなね、なんかこう純粋な歌い方してますよね、すごく。そう、ひらがなな感じというかね、なんかもし自分が死にかけの兵士だったらね、膝から下がもうちぎれ飛んでこれから失血死を待つしかないっていう状態だったら、弥生さんが歌う故郷の歌を聴きながら死にたいなって思う。そういう感じがある。え、なんか集まってる。未知なる道、今踏んだ、もしかして今踏みましたよね。いい曲。あ、今チャット欄にあるそのアスキーアートというか一行アスキーアート、それ弥生さんのことだったのか。見たこと何度もある。似てる。わー、それ何、誰が考えたんですかそれ。ひろゆき？いやー、うまいこと考える人もいるもんですね。なんか毒々しいバレッタもらいましたね。めちゃめちゃもらった。なぜ？そしてほとんど誠さん宛て。ちょっと響さんにも誰か熱のあるメッセージ送ってきてくれますよ。こんな時間が永遠に続けばいいのにとか言っちゃってね。永遠なんですな、これが。それがデータ上の存在であるということの最大の利点。もうクリスマスが終わって年末で、もうすぐ C ランク狙えますよ。なんだかんだで結構出世が早い。弥生さんもレベルが上がったしね。総合ファンももう結構10万人以上、ちょっとしたね年ぐらいのレベルまで来てる。あ、トロフィー。あ、これで次の年に行ったわけか。あれ、この3人でテレビ見てる。何見てんだろう。泣きそうになってる。いや、え、何、なんか怖いの見てたんですかね。なんだろう、エビデンス全滅領域かな。あれは怖いからな。ガスバーナーで足を焼き切るシーンがあるからな。メールが来ましたよ、クリスマスメール。へへー、今日の事務所どうでしたっつってね。飾り付け確かにしてあった。あー、あれアイドルたちがやってくれてたんですね。そんなに気の利くというか、本当にアイドルだな。あ、クリスマスツリーの飾り付けをしたのは僕と高根なんですよ。へえ、そうやって呼び合う仲だったんですね。あのね、四条さんがほとんど話に絡んでこないんですよ。今のところセリフもほぼないし、性格もあんまりわからないっていう感じで。なるほどね。こんな感じで来年もクリスマスパーティーやっていきたいですよね。おやすみなさい。ありがたい。これでもなんというかクリアできないまま、また来年のクリスマスになったら全く同じ文面が送られてきて、プログラムという側面が強調されてしまうのだろうか。そうならないように早くマスターにしてあげたいものだ。写真を見ます。あら、星見とる。滝川星見とる。ダメだな、誠さんのお父さんと同じレベルのことを言ってしまった。なるほどね。これをじゃあ撮ったのは誰なんだっていうね、問題がまた生じるわけですけど、2人で飾り付けをしたって言ってるのに実は第三者が存在するという。
お、響さんからもペットの洋服っていうメールが来てますね。最近ペットに洋服を着せるのがブーム。へえ。あ、編み物に自信があるから犬身の服。そういうの大丈夫ですか？ブログとかに載せるとアンチが虐待とか言うんですよ。服犬を見ると奴らは簡単にそういうことを言うから、理由を探してるだけだから。実際はね、犬の、あの毛の長さとか、あの生息地域によって犬も服を着た方がいい場合があるんですからね。はい、じゃあまた明日。あ、小鳥さんかな、写真を撮ったのは。そうでしょうね。ワニを飼ってるっていうのはちょっと擁護がしづらい部分ではある。お、新年明けましておめでとうございます。お、お年玉か。アイドルとしての社長。え、え、プロデューサーさん、大変大変です。え、何、ブルーレイが出るの？新年早々なんだか賑やかだね。二人とも明けましておめでとう。ブルーレイが出る時の言い方してましたけど、何があったの？あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしく。じゃなくて、大変なんですよ。私たちの活躍を描いたブルーレイ& DVD が。それがもう聞いてください。なんとナムコプロが6大タイトル大会にエントリーされました。タイタイ、うるさい名前だな。6大タイトル大会。おお、とうとう我がナムコプロも6大タイトル大会にエントリーされるようになったか。え、そのタイ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 っていうのは一体何なんですか？6大タイトル大会は1年間に行われる6つのアイドルのタイトルを競い合う大会なんです。ほー。一人一人の能力をぶつけ合うソロ専用の大会、アイドルアルティメイトをはじめとして、アイドルアルティメイト、コンビネーションを見せるデュオのスプリングデュオトーナメント、スプリングデュオトーナメント、5人の華やかなステージを競うアイドルエクストリーム、アイドルエクストリーム、7人のメドレーで見せ合うスターオブフェスタ、事務所対抗戦のアイドルランブル、そして年末に大賞を発表する、アイドルアカデミー大賞、最強ライブアイドルアカデミー大賞。どれか一つのライブを制覇するだけでもアイドル界では大変な栄誉なんですよ。めちゃめちゃあるじゃん。各大会の主催者全員の承認がないとライブに参加することもできないくらいなんです。この世界ややこしいな。ってことは、去年1年間のプロデューサーさんとアイドルみんなの頑張りが認められたってことです。はあ、そうか。頑張りっていうかね、ほぼ誠さんがひいきされまくってたから誠さんなんだよな。それぞれ1年の決められた期間に予選ライブを開催しています。選ライブ、予選を勝ち上がって最後の決勝ライブを制すると見事タイトル獲得です。へえ。うん、アイドルたちの経験や目標にもなるし、大会に挑戦する価値は計り知れないものがあるだろうね。だろうねじゃないだろう。何が、なんだ、人事だな。おい、社長なのか。それでもそうでしょ。ていうか小鳥さんが先に知ってるのはどういうことなんだよ。トレンドについても説明しちゃいますね。記者と飯食ってる場合じゃないだろう。トレンド、はい。タイトルを制するためにはとっても重要なことなので、しっかり聞いてくださいね。ファンの皆さんの間にはトレンド、つまり流行りの衣装と楽曲があるんです。ああ、なるほど。特定の服と曲を選ぶとスコアが上乗せされるって感じか。楽曲を披露することができれば。なるほどね。その通りです。そして各タイトルのライブにはトレンドに敏感なファンが集まることが多いんですよ。またシステムの話してる。わあ、出た小鳥メモ。6大タイトルを狙え。なるほどね。はいはいはい。一番の目標はステラステージですが、ぜひタイトル制覇も狙ってみてください。どんどんボクシングみたいな世界観になってきたな。大会のスケジュールは毎年決まっているので、ライブ選択画面で確認してくださいね。これもしかして初年度は優勝できない感じかな。
その何年も落選を繰り返しながら目指していくような、そういう感じ。まだトレンドとかそういうのも分かんないね、トレンド卵だから私たちは。タイプがトレンドのライブに、あ、バッチリだと下にアイコンが出る。はは、なるほどね。あの紫色の毒々しいシールみたいなのがそれか。了解です。6大タイトル大会の年間スケジュールはエントリーのお知らせと一緒に送られてきました、はい、ライブ選択画面で確認できるようにしておきましたので、お仕事の参考にしてくださいね。了解です。大会は参加できる期間が決まっている。挑むのであればアイドルたちの体調管理は今まで以上に気をつけてくれたまえ。人間ドック受けさせます。先のスケジュールを見越して早めにオフを取らせることもプロデューサーの重要な役割だからな。まあとはいえ一番の目標はステラステージだ。無理はせず、うん、プロデュースに余裕が出てきたら大会にも挑戦してみたまえ。大会で優勝するメリットって何なんですかね。なんかもらえたりするのかな。まあ了解です。では早速今月のトレンドを発表しちゃいますね。はい、今月のトレンドはこちらです。それを決めてるやつらは何なんだ。ほうほう、青葉の風、これを着てれば客は喜ぶと。なるほどね、単純な昆虫みてえな客なわけですね。それじゃあ改めて今年も1年よろしくお願いします。よろしくです。はい、じゃあやっていきますか。これさっき言ってたトレンドの服ですよね。単純に服としてもかっこいいし買っちゃおうかな。さようなら。ほうほうほう、地獄の特訓というクインテットのやつが、CP をめっちゃ稼げるのでおすすめ、そしてさっき買った服はスリットがあってスケベ。なるほど、了解です。ちょっとじゃあスケジュールっていうのを確認しようかな。ドラドラ、どれだ。スケジュールちゃんは、あ、今までもらったメールって全部見れるのか。懐かしいですね。最初のメールですね、これ。ん？ちょっと待って、これ写真添付されてません？これ気づかなかった。いやー、でも逆に1年放置しておくことによって旨味成分が出ていた気がする。なるほどね。あれ？なんか、ん？なんか、ん？読んだことないメールがあるような。これってもしかして読んでないメールあります？これ。そっか、あの課金メールは課金する前の分は後から読めるのか。だから読んでなかったんだ。なるほどね。優しするとこでした。優しさに包まれて死ぬことなんですけどね。いいねっつって、チッチキチーっつって。いやー、今に比べると打ち解けてないのかもしれないですね、この頃は。分かってるな、このゲーム。え、ちょっと待って、こんなの気づかなかった。ステージ衣装を家で着ようとしたら父さんに、そんな服はお前に似合わないって。とんだ毒親じゃないですか、これ。とんでもない親父だな。そういうことが一生心の器にひびを入れることだってあるというのに。ねえ、なるほどね。誠さんはでもまあメンタルが強いからそれでも大丈夫だったわけですけど、なんか拳の絵文字が多い気がする。この辺全く読んでない。ここで言ってたんですね、お父さんは元レーサー。はいはいはい、気づいてよかった。なるほどね。バイオハザードで散らばってる手記とか読むより楽しいですね、生きてる人だから。オールスターライブってすごく楽しいですね。ピース。本当に拳の絵文字が多いですね。あ、これ迷路のアトラクションをやった時のメールですね。迷路のメール、了解です。あ、スケジュールが見れるようになってる。これか。はいはいはい、今は、お正月ライブと
月刊アイグラ TV1 月号っていうのをやってるわけですね。でさっきコメントでなんかおすすめされたのはこれかな、地獄の特訓。ここで何丁目っていうのがあるから、まあ、定期的に来る予定なんでしょうね。ただ大丈夫かな、これランクがね今右上見たら C なんですよ。じゃあ今回はお正月は見送るということで、これをやろうかな。新、今日から始まる双子を、双子に、双子でね。そうですよね、お正月なんて全人類に来るのにランクがないと誰も彼も出られないんですよ。最悪だなこれ。まあいいか、なんでもなんでもは良くない。そういう妥協が緊張感を奪っていくから。はいはいはい、行ってらっしゃい。行ってきます。よし、いい日にするぞ。いい日旅立ち、もう今年最初ですからね。正月から双子が見れて運がいいですよね。いつもより多めに回っておりますってね。じゃあ楽曲を選びますか。今回は子供連れですからね。なんかどれかな、これかなね、チェンジっつって。キュンパイア、ちょっと正気か、キュンパイ、ヴァンパイアガールに素人、しょうがないな、今回だけですよってね。じゃあやっていきましょう。正月に聴く曲ではないけどな、これどうなっちゃうんですかね、どうなっちゃうの。はい、あらららうわうわ、今の言い方笑っちゃうな。うわー、なんかなった。クリアしました。はあ、うわ、今アンコールコールしてるやつ全員しょっぴいた方がいいですよ。はい、もちろんです、プロデューサー。しょっぴけ。こうして見ると双子結構違うな、顔っていうか顔は同じなんだけど髪型が。みんなお待たせ。双子で歌の歌い方も違うんですかね。まだそこまで認識できてないんですけど、ちょっと注意しよう。正月に見るもんじゃないな。うわあの振り付けすごいですね。なんかタミ姉妹はやっぱ同じ学校で同じクラスなんですかね。双子ってどうなんですかね、学校のはーんつってね。双子ってなんかクラス変えられるとか言いますよね。
別のクラスにされちゃうみたいな。やっぱクラスは違うんですかね。ややこしいですもんね。でもこの2人だったらわざと入れ替わって別のクラスの授業を受けたりとかやって怒られたりしてそうですね。最後グラグラになるの面白い。あ、お、社長から？社長からですか？社長アンクレットくれすぎなんですよ。なんか怖いよ。もう慣れたけどね、社長の手作りアンクレットくれるのは。もうしかも人数分あるわけでしょ。13個くれてるわけだ。恐ろしいわ。お、なんかシートもらいましたよ。汗を拭けと。これでアクセサリーのレベルが上がるのでいいですね。あとは全員誠さん宛てのファンレター。双子にもくれ。ほうほう、イヤリングのレベルを上げるといい。頭部につけているアクセサリーが取れちゃうからですかね。大きめの頭部につけるものだと本来の衣装のやつが変わっちゃう時があるので。そろそろ君のプロデュースの成果を確認させてもらってもいいかな。え、今ですか？このタイミングで？うん。どれ？君のプロデュース活動だが4になった。え、でもまだ駆け出し？明日は最初の一歩を踏み出せたようだね。プロデューサーの仕事にも慣れてきた頃かな。こんなこと前も言わなかった。からもその調子でよろしく頼むよ。よろしくです。来週からもう一人。あ、そっか、ここでそうなるんだ。はい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 。ということは一つよろしく頼むよ。3人目か。ここは先ほども予告しましたが、萩原由紀穂さんにします。これはね、次あったらしようと思って決めてたんです。 G ちっちゃでかく書け。なんでかっていうと、みんな自分の推し面を書くっていうだけのことをしてるだろう。なんでかっていうと、誠さんといい、ガナハさんといい、陽キャが陽キャっていう言い方もあれですけど、陽キャが多かったんで、次は陰キャ枠がいいなと思って。で、なんか陰キャ枠って言ってもそんなに暗い人っていないんですけど、千早さんも結構いいかなとは思ったんですけど、なんとなく千早さんだったらこの辺と組み合わせた方がいいような気がしてこっちにしました。すみません、すごいふわっとした理由ですけど、そういうことです。ということで、すみません、他のキャラクターを待ち望んでいた方には申し訳ません。萩原由紀穂君か。彼女は少し物事をネガティブに考える傾向があるが、私が思うに芯はしっかりしたものを持っている子だよ。そう、彼女にはパイナップルと同じだ。私から伝えておこう。正式なプロデュースは来週からだ。頑張ってくれたまえ。頑張ります。さて、そろそろ君に新たな楽曲を提供しようと思う。 FGIM、 楽曲とはスーパー頑張りアイドルマスターになる。伝える思いそのもの、ふさわしい一曲を選んでくれたまえ。これだ。なんで今のにしたかっていうと、なんか
モームスっぽかったから。いろいろ大変なこともあると思うが、頑張ってくれたまえ。頑張る。